ちょうどいいアートを東京代々木の店頭とオンラインライブギャラリーよりお届けしております。ピカレスク店長の松岡です。ピカレスクでは現在食べるの神様店という現役の美大生からプロのアーティストまで様々なバックグラウンドをお持ちの作家様方が参加中の大規模グループ展を現在はオンライン限定にて開催中でございます。会期購入申し込み受付は5月30日までとなっておりますのでお見逃しなく。展示詳細作品一覧はピカレスクホームページの特設ページよりご購入いただけます。今夜は食べるの神様展参加アーティスト和子猫さんとピカレスクによる合同ライブ配信をお届けします。和子猫さんが今回の食べるの神様展にご出展くださいました。これら画面に映っている作品についてさまざまお話をお伺いしていきたいと思います。直樹さん、白猫さん、そしてひろこさん、こんばんは、ありがとうございます。キャママさんもこんばんは、ありがとうございます。それでは早速、はじめにそれぞれの作品のご案内を差し上げたいと思います。まず1点目がこちらですね。白狐と仲良しおにぎりくんお稲荷ちゃんというタイトルの作品、こちらの1点目の、よいしょ、今回ご出展いただきました1点目の陶器の作品ですね。とってもなんだかリアリティと可愛らしさが、折り重なり合うとても素敵な作品となっておりますが、結構和のね可愛らしい雰囲気を持ち合わせた、作品となっております。そして、2点目がパンダと仲良しヤムチャ3姉妹。もうタイトルがすごく絵本っぽくて可愛いなという感じなんですけど、こちらですね、こちらも、陶器となっております。ちなみにこちらの価格が 15,400円プラス税でございますね。くるっとくるくるっとこんな可愛い子、先ほどの、白狐と仲良しおにぎりくんお稲荷ちゃんはこちらは 18,800円プラス税でのご案内でございます。そして、3点目ですね。3点目はガブリめでたい黒猫ちゃん、こちら昨日の配信でもご紹介させていただきましたが、こちら、よいしょ、くるっとまたね、この尻尾のなんだかとっても可愛らしいフォルムが本当にたまらない限りですけれど、こちらが 16,900円プラス税でのご案内でございます。そして、最後ですね、最後じゃないですね、4点目ですね。生クリームシマエナガ with プリンちゃんかっこ雪化粧小皿付き、こちらがよいしょ、それぞれ上に乗っているオブジェと小皿が別々に、よいしょ、制作されておりまして、こちらの雪の模様とグラデーションの色がとても美しい小皿の上に、このシマエナガが乗っている、プリンちゃんですねが乗せられている、食べるの神様作品ですね。くるっと一周してまたよいしょご覧いただければと思いますが、もう本当に優しい表情と可愛い色合いと美しい雪の結晶模様になんだか本当にときめいてしまいますが、プリンちゃんが1点お皿付きで7400円でございます。そして、5点目ですね。生クリームシマエナガ with ショートケーキちゃんかっこ雪結晶トレー付き、こちらも先ほどと同じブルーのこんなねプレート、雪模様がとても可愛らしいプレートですけれども、こちらの上にこの陶器で作られた、もう本当に可愛いですね、ショートケーキちゃんとシマエナガですね、いちごに夢中なね感じがもう本当にたまらなく愛おしいですけれども、こちらが今回ご出展いただきました5点目の作品でございました。はい、それでは早速これらの作品をご制作くださいました、和子猫さんにご登場いただこうかなと思います。あ、まーちゃさんこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。それではどんなねこんな素敵な作品をお作りくださった和子猫さんはどんな方なのでしょうか。もうドキドキワクワクですね。和子猫さんこんばんは。
こんばんは。本日はありがとうございます。いえいえ、こんにちはです。こんにちありがとうごは。ざいます。食べるの神様展、なんだかオンラインのまま折り返しに、ね、なってまいりましたが、本当に今回、ご参加くださってでもありがとうございます。いえいえ、はい。オンラインでご覧になられていかがですか？いや、楽しいですね。最初に、作品一覧を、発表になった時に、多分2時間くらいかけて全部1個ずつ見ました。すごい楽しかったです。本当100？今回110？3 3名ですかね。名？かな？はい、本当に。すごい、全部でもそれぞれね。嬉しい、もうすごい、全部そんなすごい、なんということでしょう。でも本当ずっにとときめいてました。 でも本当にこう皆様の解釈とか考え方とか、またSNS リンクで各作家さんのページとかに飛んで、あ、こんなの普段作ってらっしゃるんだとかも、なんだか見始めたら本当に終わらないなと思って、すごい楽しい時間が永遠に店長まだ続いているんですけれど、いや、素敵ですよ。ページもね、本当素敵ですよね。いや、嬉しいです。 今回その「食べるの神様」というテーマ、なかなか食べると神様を組み合わせた造語のテーマでしたけれども、何かこう制作にあたって意識されたことってございましたか？そうですね。一個ずつ説明するときもちょっと話そうかなとは思ってたんですけど、私が普段もともと箸置きを作ってまして、で、その箸置きに食べ物ちゃんっていうシリーズで箸置きを作ってるんですけど、やっぱ箸置きって常にその食事と共にあるじゃないですか。で、食べるの神様って聞いた時に、やっぱりその普段箸置きで食べ物ちゃんを作ったそのモチーフを使ってぜひ立体化したいなって思って、今回作らせていただいた感じですかね。なるほど。なんだか普段からこうご制作される際にこう意識していたこう分野をよりこう一層掘り下げて、今回の「食べるの神様展」では制作を作ってご発表くださったというような感じなんですかね。そうですね。で、やっぱこう普段今このコロナ禍っていうのもあって、なかなかそのね、黙食だとか、一人でね、自宅で食べるみたいな機会も多分増えた方が多いと思うんですけど、そういう時に、やっぱそばにね、置いてあった時に、ちょっとほっこりというか、にっこり、食事が楽しくなるような子たちを作りたいなと思って、今回制作しました。ありがとうございます。本当に和子猫さんの優しくて可愛い陶器たちが食べるの神様展にご参加くださって、本当にもう光栄でしかないんですけれども、ここで、そんな和子猫さんのプロフィールご紹介させていただきたいと思います。和子猫、プロフィール。北海道教育大学岩見沢校芸術課程美術コース工芸専攻、陶磁研究室卒、北海道美瑛町在住。陶磁器道をキャンバスに色鮮やかな色彩で陶器雑貨を作陶しています。次回参加予定の展示はピカレスクで6月から8月に開催予定の東京アーティストブックフェア、ピカレスク初の作品集展にもご参加いただく予定となっております。そんな和子猫さんでしたね。和子猫さんは2月、今年の2月に開催、ピカレスクでさせていただきました、リングのグループ展、ひとりこリング展へもご出展いただいておりましたが、引き続き食べるの神様にもご参加いただけているということで、早速作品について一個一個話いろいろお伺いしていきたいなと思うんですけれど、よろしいでしょうか？大丈夫です。ありがとうございます。そうしましたら、まず1点目の、白狐と仲良しおにぎりくん、お稲荷ちゃん、もう今まさにこの正面に鎮座してくれているこの子たちについて、可愛いですね、本当にね、本当にもう可愛さがたまらないですけれども、お話お伺いしてよろしいでしょうか？
この子たちは、はい、まずやっぱ食べ物って聞いた時に一番最初に浮かんだのがやっぱお米だったんですよね。で今回やっぱ結構他の作家さんたち見てもやっぱおにぎりをモチーフにしてる方が結構多くて、やっぱりこうね、まあなんか日本人のなんかこうねお米って結構重要というか、はい、なんかそういうのがあるのかもしれないですけど、でそこから連想して、はい、普段おにぎりくんっていう箸置きを作ってるんですけど、でその子を、まず考えた時にその、白いその狐さんが稲荷神、はい、穀物とか農業の神様で稲荷神っていうのがいるんですけど、そのなんか神様の使いで白い狐っていうのがいるっていうのを知って、まあじゃあおにぎりと、まあ、狐といえばお稲荷さんだなと思ってお稲荷さんをつけて、でそこに白狐が仲良く一緒にいる感じがいいかなと思って作りました。なるほどなるほど、すごく何でしょう、こう日本の古来からあるなんかこう食文化みたいなものにもフューチャーされつつ、でも日常的な感覚で見て楽しめる作品に落とし込まれているのが本当にこう和子猫さんの真骨頂的なといいますか、魅力がすごくこうギュッと詰まった作品かなと思って今聞いていたんですけれど、顔のこの差ですよね、差というかおにぎりとお稲荷さんのなんかこう丸点とヒュッて描いた口の可愛い感じと、あの狐さんのこうなんか線なんかこう八の字というかなんか感じの炎という表情のこの組み合わせのギャップがまたね本当に可愛いなと思って見させていただきました。嬉しいです。いやもう本当に可愛いです、ありがとうございます。あとはそのお稲荷ちゃんの、はい、あのお揚げの質感を結構焼き上がるまでドキドキで、ひろきって本当に焼き上がるまで色味がどう出るのかが分かんなくていつもヒヤヒヤなんですけど、はいはい、これも本当になんかぜひ直接見てこの稲荷感を感じてほしいなとぜひ思うんですけど、すごいお気に入りですね。なのですごいうまくいったなと自負してますでも分かります、これ本当に本当に稲荷なんかもうふかふかのちょうどいい感じになんかエキスがこう染み渡っている、本当にもう本当口に入れたくなる、葛藤とどうに打ち勝てばいいんだろうというぐらい本当にお稲荷さんですよね。これは本当に衝撃でした。いやすごく素敵だなと思って、いや素敵な、こちらがですね、今お話を伺いいたしましたのが、白狐と仲良しおにぎりくんお稲荷ちゃん、こちら価格は、1.8800円プラス税でのご案内でございました。ありがとうございます、すごい可愛い本当にこの子たちはね可愛くて大変なんですよね。続きましてはパンダと仲良しヤムチャ3姉妹についてお話をお伺いしてよろしいでしょうか。はい、この子たちはこちらもまずその箸置きから連想してるんですけど、はい、最初にそのヤムチャ3姉妹っていうのが私の、箸置きでありまして、長女が餃子で次女が肉まんで三女がシュウマイちゃんなんですけどちゃんと設定があるんですけど、すごいでその子たちをモチーフにしようと思った時にすごい安直ではあるんですけど、やっぱ中ヤムチャだと中華ですよね。でやっぱ中華というとやっぱパンダが一番ね愛されているのでぜひパンダと一緒に作ってみようと思って作った子ですね。なるほどなるほど、はい、これなんでしょうか、動物のなんだかちょっとどこかリアルな表情とこの餃子ヤムチャ三姉妹のなんだか本当これも黒点でヒュッっていうなんかすごくシンプルなラインとフォルムなんですけど、なんだかそれぞれの子たちのこう感情とかキャラクター性みたいなものがすごく伝わってくるようで、なんだか見れば見るほど味わい深い可愛らしさのある作品なのかなと思ったり、また上にちゃんとこれ枝豆が乗ってるんですよね、シューマイちゃんはね。グリーンピースか。あ、まあ、そうか、ごめんなさい、すいません。そうですよね、失礼いたしました、失礼いたしました。枝豆じゃないですよ、グリーンピース。いやでも本当に可愛いなと思って、くる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 回しながら見てしまいますが。
あとはそのパンダのこだわりで言えば、はい、あと肉球の部分なんですけど、うんうんうん、パンダって指が、6本だったかな、あって、その肉球が普通の猫の肉球と違うんですよね。でそれをちょっと意識して書いてみました。この肉球部分の、あそこもちょっと見てもらえたら、足のこの部分ですね。はい、確かにすごい。これはピンクの手の部分もそうですね。こっちの手もちゃんと色が、ね、はい、いや本当に細かいところまですごく愛を込めて作ってらっしゃるなということが分かって、いやありがとうございます。素敵なお話でした。はい、こちらパンダと仲良しやむちゃ3姉妹、こちら価格は 1.5400円プラス税でのご案内でございます。続きましては3点目、昨日のライブ配信の際にもちょっと告知で出させていただきました、こちらのガブリめでたい黒猫ちゃんというもうすごいストレートなもう可愛さすごい、この子は一体どういったこうコンセプトをお考えでお作りになられたのでしょうか。この子はあまりその箸置きとは この子が一番関連はない子なんですけど、はい、まず私の野望が和子猫っていうこともあり、やっぱりその猫の作品を一つ作りたいなと、御殿の中で作りたいなと思ってて、で前回ひとりリング校に出させていただいた時に、はい、その時は私知らなかったんですけど、その黒猫が福猫だっていうことを、はい、教えていただいて、はいはい、でなるほどと思って、そのすごく縁起のいい猫、黒猫って縁起のいいんだなっていうのを知って、でそれと、うんうんうん、そのもう本当にめでたいのでね、おなじみのタイを一緒に組み合わせて、うんうんうん、作ってみようって思って作ったのがきっかけです。で最初その黒猫ってなった時に、そのエジプト神の バステトかな、はいはい、が黒猫なんですよね。でなんでそれとも絡めて、はい、いかにもバステット神っぽい感じに黒猫ちゃんをしようかなとも一瞬思ったんですけど、はい、まあ、詳しく話すと、この後に上絵で金彩小説って金彩を載せられるんですけど、それでバステットっぽく首飾りみたいなのをつけてもいいかなって一瞬思ってたんですけど、いざこの子が焼き上がってみた時に、あ、もうこれで完成だなって思ったんですよね。面白い、そんな背景があったんですね。それでもうこのまま黒猫ちゃんと、はい、タイをかぶりついてるという感じで、作らせていただきました。でタイも、本当にただ単純に真っ赤な実際の本当のタイに似せて作ってもよかったんですけど、やっぱこうカラフルで鮮やかな感じにしたいのがあったので、鱗をちょっとそこだけだからちょっとフィクションっぽいですよね。全然リアルではないんですけど、ちょっと遊び心を入れてカラフルに釉薬をかけてっていう感じにしてみました。なるほど。本当にそうですよね。黒猫って江戸時代の頃とか、まあ、日本では本当古来から幸運の象徴としても言われていて、でもなんだかやっぱり現代になってからヨーロッパのイメージが強くて、あんまりこう見る機会は減ってしまったかもしれないんですけれど、なんでこうある種とても古典的であり、でも今はあんまりないからこそすごくこう新しいと言いますか、珍しいと言いますか、先鋭的なこうカラーリングにも見えるのかなと。なんかこのタイもちょっとパステルカラーで優しい淡い色合いかと思うんですけど、なんだかこの淡い色と黒の色がぶつかることで、なかなかこう普段見ないタイプのカラーリングの陶芸作品、なんか全体的な色合いに仕上がったのかなと。すごくなんだか不思議な、ちょっとこう日本っぽくない感じもしますよね、この組み合わせというか。そうかもしれないですね、うんうんうん、あと技術的な話をすると、はい、黒猫ちゃんは、はい、下絵の具で絵付けをしてて、うんうんうん、タイの子はカラー釉薬で絵付けをしてるんですよね。で釉薬のまた質が違うので、そこのなんか、はい、バランスというか違いもなんかもしかしたらこう関係してきてるのかもしれないですね。へえ、面白い。そっか、また釉薬のこう
もともとの大まかなくくりが異なることで、なんかこう色調とか印象とかもまたこう微妙な積み重ねで変わってきたりするんですね。へえ、面白い。面白い。なんだかちょっと陶芸教室勉強みたいな気分にもなってきましたけど、すごい、ありがとうございます。はい、ガブリめでたい黒猫ちゃんをお話をお伺いいたしました。こちらは価格は6900円プラス税、送料別でのご案内でございます。もう本当に興味深いです。すごい。 いろいろでもバステとちょっとバステトマートでなんだか調べてみたくなりましたね。結構いろんな場所で見ることもあるかもしれないですが、では、4点目ですね。こちらが、生クリームシマエナガ with プリンちゃん、かっこ雪化粧小皿付きですね。こちらについてもぜひちょっとシマエナガちゃんがね、乗ってるのがすごく気になるところですけれど、こちらはどんなコンセプトでお作りになられたのでしょうか？プリンちゃんはプリンちゃんで、はい。箸置きとして作ってて、で、シマエナガちゃんもシマエナガちゃんで、箸置きとして作ってるんですよね、普段。はい。で、そこから、それを、そのシマエナガを生クリームに慣れきってるっていう設定で考えたら、可愛いかもしれないと思って、そこから連想して作った子ですね。それはもう本当に可愛いですね。ええー、可愛すぎる。そっか、なるほど。最初その小皿と、プリンちゃんを、もう一緒にくっつけて焼いちゃうかちょっと迷ったんですけど、どうせなら、ね、離れててそれぞれ、例えばプリンを手にのせることもできるし、で、小皿は小皿でそのまま使いたければ使うこともできるしっていうのも考えて、あえて別に焼かせていただいて、小皿がついてくるよっていう形で作らせていただきました。本当にこう一緒に置いても可愛いですし、この小皿は小皿として使っていただいて、逆にこのプリンちゃんは、手のひらとかご自宅にあるこうお気に入りのコースターの上とかに置いてみたりとか、なんだかいろんなこうまた遊び方ができそうなこう余白のある作品としてもちょっと楽しそうですね。本当にこう一緒に遊ぶというか、ご飯の時間をよりこう楽しい時間なんかにしてくれそうな気配がもうものすごいあるなと思って、本当に可愛らしいですね。はい、ありがとうございます。ちょっと シマエナガちゃんが生クリームになりきってるっていうのもね、本当に可愛らしかったですけれど はい、ありがとうございます。生クリームシマエナガ with プリンちゃん、かっこ雪結晶小皿付き、こちらは7400円プラス税、送料別で通販での求めも可能となっております。そして最後5点目ですね。生クリームシマエナガ with ショートケーキちゃん、かっこ雪結晶トレー付き、またこちらも、トレー付きのシリーズですね。こちらはどういったコンセプトで誕生した作品なのでしょうか？こちらも、さっきと、ほぼ同じなんですけど、生クリームになりきってるっていうのが、まずこのショートケーキちゃんがでも最初ですね。このショートケーキって生クリームにいちごが主役じゃないですか。で、やっぱそこで、普段ね、食べるショートケーキにシマエナガが乗ってたら可愛いぞと思って、そこからまず連想されたっていうのもありますね。で、ショートケーキ自体は箸置きでは作ったことがなかったので、ぜひ今後もね、作りたいなとは思ってるんですけど。で、形的に、プリンの方は小皿で、ショートケーキの方はちょっと長方形な感じになるので、待ちはつけずにトレイという形で。これもね、本当にすごく可愛らしくて、なんだか立てかけて飾ってみても可愛い。なんかこれをこうちょっと背景と言いますか、本当にかわいいかもしれないこうですね、ね。壁に立てかけると、なんだか冬の雪の降る日のショートケーキちゃんみたいな、なんでしょう、なんか本当に可愛いなと思って、これも一つのもう絵画作品のような美しい色合いを
またね、たたえた、プレート小皿となっておりますが、本当にこういろんな組み合わせ遊び方がこの子もまた広がりそうな素敵な作品でしたね。はい。で、やっぱ、シマエナガって雪の妖精って北海道で呼ばれてて、北海道の鳥なんですけど、で、そこから連想して、トレイは雪結晶の、模様にしてあります。なるほど、そういうことだったんですね。ああ、納得。でもすごいシマエナガちゃん。でも本当にこう、普段から和子猫さんの箸置きシリーズをこうご覧になられている方々からすると、ある種今回の食べるの神様展にご出展くださいました子たちは、オールスター感謝祭といいますか、こう、なんかいつも ね、おなじみの子たちがもう大集合という、本当にね、こう、たまらないラインナップになっているのかなという気がしましたけれど。ありがとうございました。今回のこう作品の中でこう気に入られているポイントとか、すごくこの5点の中でなんか良かったなと思っているところってございますか？やっぱ今まで全体を通してなんですけど、やっぱその箸置きをメインにして作っているのと、こう立体として作るってなると、やっぱ技術的にも見せ方的にも、やっぱこう頭の使い方が違うというか、制作してる時に。なので、この立体物を作るというこのね、テーマがすごく楽しかったですね。普段あまりやってこなかったことなので、今後もね、何かしらこういう感じで作っていけたらいいなって思いました。ありがとうございます。本当にもう見てみたいです。すごく見てみたいです。もう本当になんだかこれだけその、パンダさんの細かい肉球のこだわりですとか、なんだか黒猫を作る時にバステ島までこう、何でしょう、コンセプトを広げられる、なんだかこう本当に丁寧な物語の作り方ですとか、本当に今後またさらに立体陶芸作品を作っていかれる中で、なんだか予想もしないような世界や感覚がを与えてくれるんじゃないかなと、なんだかすごく本当に期待で膨らむお話でした。頑張ります。楽しみにしてます。東京都ブックフェアも本当に楽しみにしてます。どんな作品集が届くのか楽しみにしておりますので、よろしくお願い最近水彩画が描き終わりました。原画の。本当ですか？わあ、嬉しい、嬉しい。そうです。ね、ご存じない方のために簡単にご説明差し上げますと、6月から8月にかけて開催される大規模グループ展、作品集展ですね、東京アーティストブックフェアは、作品集だけではなくて、はがきサイズの原画作品もご出展いただくんですけれども、和子猫さんは水彩画でご参加くださるということで、ですよね。嬉しい。水彩画、かわいい。絶対にかわいい。気になる。すごい、もう、語彙力が追いつかないですけど、本当に楽しみです。いや、どんなのが出てくるんだろう。どんなのが。いや、もう、ぜひ皆様もね、6月から始まる東京都ブックフェア、何か告知情報など見られましたら、もう、いの一番に和子猫さんは一体何を出してるんだろうとね、チェックしていただけたら、よろしいのではないかなと思います。いやー、本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。最後に、このライブをご視聴くださっている皆様、アーカイブ動画をご覧くださっている皆様へ一言頂戴してもよろしいでしょうか？前回の、ヒトリリング展に引き続き、今回も参加させていただいて、普段制作するのとはまた違う表現の仕方とか、作品を作る機会をもらえてるので、すごい楽しませていただいてます。で、他の作家さんもう本当に素晴らしくて、その中でね、ご一緒にこうやって参加できるっていうのをすごく嬉しく思います。で、5月30日まで、オンラインでもやってますし、今、もう発表されたんですかね。ギャラリーの方も、近々、ちょっと、そうですね。今そこに向けても、もう一回準備中というところでございますので、また、という感じですね。いずれ、なのいずれいで、ずれ、もし機会がある方は、ギャラリーの方にね、足を運んで、直接、113名の方の作品をぜひ見ていただきたいなと思ってます。
こうやってね、そのオンラインでも楽しめるっていう、こういう場を作ってくださったことが本当にありがたいなと思っていて、で私自身もすごく楽しませていただいているので、はい、ぜひ5月30日まであるので、どうぞよろしくお願いします。はい、こんな感じですかね。素晴らしいお話をありがとうございます。とてもしっかりとまとめていただいてしまって本当ありがとうございます。本当に、はいはい、またぜひぜひ引き続き食べるの神様店、そして東京アートブックフェアなどなどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、そんなわけで本日は現在ピカレスクで開催中の大規模グループ展、食べるの神様展、参加アーティストわこねこさんとの特別なライブ配信をお届けさせていただきました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。わこねこさんが今回食べるの神様展にご出展くださいました新作5点は現在通販でご案内中です。その他ピカレスクホームページトップからも、様々、作家様方の作品を楽しみいただける食べるの神様展作品一覧ページございますので、ぜひぜひご購入いただけますと嬉しいなと思います。次回配信は今夜ですね、今夜の夜10時15分から10時45分に食べるの神様展参加アーティストカウントブルーさんにご出演いただく YouTube ライブ配信をお送りいたします。カウントブルーさんは音声出演となりますので、よいしょ、本日のねわこねこさんと同じ形態となりますが、ちなみにカウントブルーさんの作品はこちらでございます。だいぶねすごいもう抜群のこうインパクトと緻密さと、ものすごくこちらもしかすると今回の食べるの神様展で最も作家の言葉が長かったんじゃないかと、その作品のコンセプトテキストですね、一番長かったんじゃないかと、噂のカウントブルーさんの作品ですね、この作品に一体どんな物語背景があるのかということは、本日の夜10時15分のピカレスクの YouTube ライブ配信よりお届けいたしますので、どうぞお楽しみになさってください。そんなわけでちょっともう一度ね、生クリーム、あー可愛かったな、本当にもう可愛い可愛いもう本当に可愛い。はい、そんなわけで、本日もお送りいたしましたのは、私にちょうどいいアートをオンラインライブギャラリー、そして東京は渋谷区代々木のお店よりお届けしておりますピカレスク店長の松岡でした。ご視聴誠にありがとうございました。